アタリアリリ連邦ビクトリアシューメルボルボン出身のプロ野球選手左投げ左だ。弟のアダム・ブラックリーもプロ野球選手。2000年10月29日にシアトル・マリナーズと契約を結んだ。2001年は A-9 エバレット・アクアソックスで78回に3イニングを投げ6勝1敗、防御率3.32、奪三振90を記録した。 2002年は同じ A 級のサンバーナーディのスタンピードで121回、1、3を投げ、5勝9敗防御率3.49で152脱三振を上げ、脱三振数ではマリナーズ参加のマイナーチームでは2位の数だった。2003年は A 級サンアントニオミッションズで投げ、162回、1、3を投げて17勝防御率2.61144脱三振。 17勝はチームが所属するテキサスリーグでは1978年のジェフリーアドムン以来の数字だった。またテキサスリーグのオールスターゲームと US セルラーフィールドで行われたオールスターフューチャーズゲームの世界選抜にも選出されマリナーズのマイナーチームでのピッチャーオブザイヤーにも選ばれた。2004年はベースボールアメリカのトップ100プロスペクトで63位に入り、 マリナーズ参加のマイナーチームでは、フェリックス・ヘルナンデス、クリント・ナ・ジョットに次ぐ3番目のプロスペクトという評価を受けた。2004年シーズンは、トリプル A 級タコマ・レイニアーズで開幕を迎えたが、フレディ・ガルシアが、シカゴ・ホワイトソックスへ、トレードされて、先発の枠に、秋が生じたため、7月1日に、マリナーズとメジャー契約を結び、同日のテキサス・レンジャーズ戦で、 先発起用されメジャーデビュー。5回に3を投げて、ア安打6、4失点でメジャー初勝利を手にした。マリナーズの歴史でメジャーデビューで先発し、勝利を挙げた6人目の投手となった。しかし、その後1ヶ月は6度先発し1勝3敗、防御率10.04と成績が振るわず、8月1日にトリプル A 級タコマへ降格した。 トリプル A 級では18回先発して8勝6敗、防御率3.83と、まずまずの成績を残すが、シーズン終盤に、左肩の炎症で故障者リスト入りとなった。2005年3月3日に、左肩の故障で60日間の故障者リスト入りし、シーズンを全休した。2006年開幕前の3月に開催された第1回。 WBC のオーストラリア代表に選出されるが、肩のリハビリのため辞退した。シーズンでは、a 級サンアントニオで25試合に先発し、8勝11敗、防御率4.06の成績を残した後、トリプル a 級タコマに昇格し、2試合に先発し、1勝1敗、防御率4.09でシーズンを終える。2007年4月1日に、 ジェイソン・エリソンとのトレードでサンフランシスコジャイアンツへ移籍した。参加のトリプル a 級フレズのグリズリーズで開幕を迎え28試合に先発し10勝8敗防御率4.66だった。9月23日にメジャーへ昇格し、同日のシンシナティレッツ戦でに3年ぶりとなる先発を任される。 初回に2点を取られたが、残りを抑え5回を批判打3、4、球、5奪三振だった。オフの10月10日に40人枠を外れ、トリプル A 級フレーズの絵降格した。オフの11月に、第37回アイブフワールドカップのオーストラリア代表に選出された。同大会では、予選、決勝全体で0勝1敗防御率1.64の好成績を記録。チームは、 予選の B グループを突破した末に決勝トーナメントへ進出するが初戦の日本戦に0の3で敗れた。ブラックリーは日本打線を抑えるも日本代表の先発、セッツただしがオーストラリア打線に得点を全く許さなかったため敗戦投手となった。大会終了後には日豪新前野球日本代表最終強化試合のオーストラリア代表に選出された。 11月22日の試合に先発登板し、3回3被安打1失点で敗戦投手になったものの、1回裏には巧妙な牽制球で日本代表の一塁走者、西岡剛からアウトを奪った。ちなみに、星野は試合後に強烈な牽制を受けたことに度肝を抜かれた。ダッグアウトでは誰もがあんなのありかようと。 器用すぎるのでちょっと戸惑ったとの感想を漏らしている。2007年12月6日に行われたルール5ドラフトでフィラデルフィアフィリーズから指名され移籍。2008年はトリプル A 級リーハイバレーアイアンピックスでプレーシーズン終了後に FA となった。2008年12月19日にアリゾナダイヤモンドバックスと契約した。2009年は 開幕前の3月に開催された第2回 WBC のオーストラリア代表に選出された。同大会ではキューバ戦に先発登板し5回に3を1失点に抑えた。シーズンでは4月1日に40人枠を外れトリプル A 級リの a シ図へ降格した。2010年2月4日にニューヨークメッツとマイナー契約を結びトリプル A 級 バッファロー・バイソンズで開幕を迎えたが、5月2日に解雇される。2010年5月17日に、オークランドアスレチックスとマイナー契約を結び、シーズンの大半を、トリプル A 級サクラメントリバーキャッツでプレイした。オフには2010年から始まった、オーストラリアン・ベースボールリーグに参加し、メルボルン・エイシズに所属した。12月5日のシドニー・ブルーソックス戦では、 高コールドながら1アンダーカンプーを記録した。2011年1月14日に韓国プロ野球のキアタイガースと契約した。登録名はトラビス。25試合に登板して7勝5敗、防御率3.48115奪三振の成績を残した。2012年2月15日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに参加。 5月1日ジャイアンツとメジャー契約を結び、リリーフとして4試合に登板したが、5月13日に戦力外となった。2012年5月15日にウェーバーでオークランドアスレチックスへ移籍し、5月18日のサンフランシスコジャイアンツ戦にリリーフとして移籍後初登板。5月28日のミネソタツインズ戦では移籍後、初めて先発し、 その後先発ローテーションに加わる。24試合に登板して6勝4敗、防御率3.8669奪三振の成績を残した。2013年3月29日に戦力外となった。2013年6月29日2013年4月4日にジェイク・コーバートとの交換トレードでヒューストン・アストロズへ移籍した。8月8日に戦力外となり、 10日に、AAA 級オクラホマシティレットホークスへ降格した。2013年8月14日にトレードで、テキサスレンジャーズへ移籍し、20日にレンジャーズとメジャー契約を結んだ。オフの11月4日に、FA となった。2013年12月21日に東北楽天ゴールデンイーグルスと契約合意した。 2014年5月25日の対東京をヤクルトスワローズ戦で来日初登板。5回2失点の内容で試合は、系統で、楽天が3対2で勝利し、来日初勝利を挙げた。12月2日に自由契約公示された。2015年1月12日に、サンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結ぶが、4月2日に自由契約となった。4月24日に、 マイアミ・マーリンズとマイナー契約を結んだ。参加のトリプル A 級ニューオーリンズ・ゼイファーズでプレーし、23試合に登板して5勝7敗、防御率5.4666奪三振の成績を残した。オフに自由契約となる。2016年開幕前の1月28日に第4回 WBC 予選のオーストラリア代表に選出された。 2月14日の決勝戦南アフリカ戦に先発登板したが6回途中4失点とリードを許したまま降板して勝利投手になれなかった。同大会でオーストラリアは本戦出場を決めている。大会終了後の4月19日にメキシカンリーグのプエブラ・パロッツと契約。オフの12月20日にデトロイト・タイガースとマイナー契約を結んだ。 2017年1月6日に参加トリプル A 級トレド・マッド・ヘンズへ配属された。シーズン開幕前の2月9日に第4回 WBC 本戦のオーストラリア代表に選出された。3月9日の中国戦に先発登板し勝利投手となった。WBC 終了後の3月30日に解雇され、4月7日に前年まで所属していたパロッツへ、 復帰したが5月7日に解雇となる。7月6日に独立リーグパシフィックアソシエーションのピッツバーグダイヤモンズと契約した。2019年プレミア12のオーストラリア代表に選手された。妻と2005年に生まれた一人の息子がおり、オフは家族でアリゾナ州フェニックスに住んでいる。ありがとうございます。